こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶掛けの伝語辞典から伝語を選び、その解説文を読んでから後でその伝語を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は宇宙口実創実なく健康ただ一人です。この世に太陽が二つとないように、私たちの存在も天地に我一人かけがえのない尊いものである。自己の仏性をはっきりと見定めた大悟徹底の境界からの教えです。さて、その尊い命をどう使うかということから宗教的生活が始まります。天涯に出頭してみよ、誰かこれ我が面の人もこれと同種の表現です。それでは今から宇宙創実なく健康ただ一人を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。